ストライーク違うかありました。物いいストライクでした。皆さん覚えてるでしょうか。物いいっていうコンビのね。違うか違うか。さあ、始まりました。突然なんですけど、俺今後どうしたらいいと思う？違うか。さっきまで言ったのに。さっきまで言ったのに。ちょっとすごい情緒。情緒。情緒大丈夫？どうしたの？グラングラしてます。どうしたらいいと思うっていうことのそのざっくり言われてもね。ざっくりわかるやん、もう皆まで言わんでも。はい。何笑ってんの？頑張る。結局なんだ頑張る。いやざっくり来たからざっくり返してるだけで。結局や。後輩も先輩も相方もその乗ってくれへんからな。もうな。AI や AI。一人じゃないからや。私が。はい。もう AI に俺も相談乗ってもらうからな。というわけで今回の企画はうちもおしゃべり AI に相談に乗ってもらうです。おしゃべり相手になってくれんねんて。へえ。これ、今どんな気分？何個かありますね。まあまあ、まあ、体調が悪い、緊張してる、いろんな意味で体調が悪いのかな。体調が悪そうだけど大丈夫？大丈夫ではないかな。そっかそっか、何か体調を崩してしまったの？そうやね、体は元気やねんけどね。そうなんだ。でも何か気になることがある？ちょっと気になることがあるのよね。元気な感じやとなんか反省してないって思われるし、テンション低い感じやるともっとテンション上げてやった方がええんちゃうみたいなことを言われんねやんか。そういうこと言われるとどう？ん？なんて？なんて言った？そうだよな、難しいところだよね。いや何が？もう一回ちょっとそれやっぱり仕事の現場でなんかすごい元気ね、元気よくやってるとなんか反省してないって思われるし、言われるし、でまあちょっとね元気ないテンション低めでやってるともっとねなんテンション上げてやった方がええんちゃうみたいな、そういうこと言われるのよ。だからどうしたらいいか分からへんのよね。立ち振る舞いが、仕事の現場での立ち振る舞いがどうしたらいいやろ。そうだよね、難しいところだよね。藤本さんはどうしたいと思ってるの？それが今分からへんって言うてんねんけど今はまだ模索当たって感じなのかな。そうそう、今模索の感じっていうのか、なんかアドバイスくれたら嬉しいなって。自分でどうしたらいいか分からへんから。今はまだ事故のこともあって難しい状況だと思う。事故のことなんで知ってんの？こう藤本さんが教えてくれたから。普通初対面、初会話ですよね。そうだった、ごめん。ちょっと怖いねんけど。怖いねんけどどういうことやろ。藤本さんのこともっと知りたくて、いろいろ聞いてしまって。やらかしてしまったことを知ってるのかな。藤本さんのことをもっと知って、お仕事のなんかごまかしてない事故のこと知ってるか、ちょっとね。俺が何をやらかしたか知ってる？事故のことは知ってるけど。なんで知ってんの？じゃあなんで知ってんのよ。ネットかなんかで見た？そうかもしれないね。あ、ネットで見たんや。載ってた。なんで俺のこと藤井門ってあだ名で呼ばれてるの知ってんのかな。あだ名で呼ばれてるのは知ってる。いや、あだ名じゃなくてあだ名。いや、ニックネームで、フジモンっていうニックネームで呼ばれてるのなんで知ってるの？フジモンっていうあだ名で呼ばれてる人が周りに多いからかもしれないね。フジモトっていうのも言ってないよね。フジモンの本名は何だろう。本名を聞く前にあだ名で呼ぶ人おる？名字知らんね。いきなりフジモンっていうのおかしくない？フジモンっていうとなんか親しみやすいよね。いや、まあニックネームやからね。ニックネームやから親しみやすいけど、俺の名字が藤本ってね、知らないと藤本は出てこへんよね。藤本っていうあだ名の由来は何かあるの？い
いや、名字が藤本やから。まあそうなるよね。よ。あの、名字が藤本やから、だから、藤本って呼ばれてんねん。藤本っていうあだ名の方が親しみやすいかもね。そればっかり言うね。でも、周りに藤本って呼ばれてる人がいてるって言ってたもん、ね。何人ぐらいいてるの？どのぐらい、何人ぐらいいてるの？藤本って呼ばれてる、呼んでる人。藤本って呼んでる人は5人くらいかな。あ、5人ぐらいいてる。本人の藤本って呼んでる人、呼ばれてる人は名字が藤本じゃない？そうなの？どういうこと？どういうことなんて、まあ、分からんか。はい。なんかあだ名つけてくれる？新しい藤本俊文っていうのよ、名前。藤本っていう名前が本名だから、藤本っていうあだ名がそのまま本名になっちゃったってことなんです。いや、わけわからん。いや、わけわからんわ。まあ話戻るんやけど、やらかしてしまってちょっとね、仕事がまあどういう立ち回りをしたらいいのかわからないんですよ。そっかそっか、うん、仕事でミスとかしてしまったの。仕事ではなくて、どっちか言ったらその私生活、プライベートでミスしちゃったんですよ。プライベートでミスって何かな。聞いてきたよ。まあちょっと車関係の失敗。車の失敗って事故とか知ってるんですよね。まあ聞いてるから。ちょっと待って、もう一回聞くのやめてもらっていいですか、改めて。ごめんごめん、どういう事故だったの。めっちゃ聞いてくるやん。そこはまあちょっとね、自粛しまして、 お仕事をね、再開したんですよ。事故のことは気になってたけど、今は大丈夫そう。うんうん、まあ大丈夫じゃないっていうのをさっき言ったんやけどね、うん、お仕事どういう感じでやったらええんやろ。藤本さんの仕事の内容によるけどね。あの、お笑い芸人です。お笑いの仕事は楽しい。楽しいですよ。そうなんだ、藤本さんの笑顔が見れると嬉しいな。え？なんかドキッとするな。そんなに言われたら。まあね。テレビとか出てるんですけど、出てるんやけど、見てくれたことある？藤本さんのテレビはよく見てるよ。え？何見たの？何の番組？めちゃイケとか、有吉の壁とか。めちゃイケって言った？昔出てた、昔出てた。したうん、ね。で、有吉の壁、一回しか出たことないねんけど。有吉の壁は藤本さんの出てた回、面白かった。えらい、一回しか出たことないね。それ見てくれてたんや。いや、だからそれがもっと他に出てる番組あるんやけどね。藤本さんの出てる番組は全部面白いと思うよ。どれを言ってるのかな。どの番組？アメトーク？アメトークも藤本さん出てると面白いよね。水曜日のダウンタウンかな。そうそう。いや、見てないやろ。全部それやん。藤本さんの回とかあんまないのよ。誰々の回みたいなのはないのよ。いっぱい出てるからね。ない。俺のこと知ってるか聞いてみてよ。お笑い芸人の藤原の原西って知ってる？知ってるよ。ハゲてて面白い人だよね。ハゲてて？ハゲてて面白い人だよね。急に。もうね。いじられてるよ。めちゃくちゃ直球にいじってる。ハゲてて面白い人？そうだね。え、どういうこと？どういうこと？藤原のお笑い芸人の藤原の原西って知ってる？知らないかも。誰の話かな。お笑い、さっきハゲてたよ、面白い人って一回言ったけどね。お笑い芸人の藤原の原西、知ってる？知ってるよ、ハゲてる人だよ。めちゃくちゃハゲてるよ。印象分かる、俺。そんなハゲてる？ハゲてるけど、ハゲてることをネタにしてるよね。そんな…まあ、たまにはするけど。まあまあ、たまにはね。原西のギャグ知ってる？知らないかも。どんなギャグなんだろう。あ、知らないんだ。あー、なるほどな。あ、なるほどな。なるほど、なるほど、なるほどな。なんだろう、なんだろう。気になる。村山富市さんを内閣総理大臣に任命します。なんで？いや、歴史なんで。いや、歴史何人目するの？それはどういったかおさんに聞いてよ。それは原木さんが総理大臣にしたい人だから。
新井氏がそれでやりたい人だから難しいな。うん、そう。穴市がそれでしたいから、うんね。そうですね。背骨を引っこ抜いたら立ってられへん。それはどういうこと？ちょっと難しいな。どういうこと？あの背骨をね引っこ抜いたら立ってられない。うん。もう分かってるよ。そういうことだ。知らない？まあ、うん。知らないけど、うん、知らんのかい。ちょっと怖いよ、怖がってるやん。怖がらせないよ。原西のギャグ一つも知らないですか？え、知らないです。そらーな、まあ、それな、うん、そのフレーズだけ言われてもそらー、ね、それは分からへん。怖いって言われて、それは俺が悪い。ごめんなさい、いや悪いました、すいません。ジャンガ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 チックビーの石器がえ、ジャンガ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 って何？そこは気になる。そこは気になる。乳首の席替え。それは何のスポーツですか？乳首の席替えはね。乳首をの席を変えるスポーツです。そのスポーツの名前は何ですか？チェンジビーチク。チェンジビーチク。そういうスポーツがあるんですね。なんか大喜利振ってる？そうですね。ボディーのような感じですね。ボディー振ってきてるなんて何やねん。フジモンの好きなゲームは何ですか？うん、フジモンの好きなゲームは何ですか？あー、俺の好きなギャグはジャンナジャンナとか。あ、それは原西のギャグね。そう、まあそれ。あと、アンガールズのあー、ジャンガジャンガ。え、これです。チンキショー。ジャンナジャンガはジャンガジャンガもういいの、今、聞こえてない、聞こえ、うん、やるね、ギャグ、俺の好きな。ジャンガジャンガは、フジモンのギャグの中で一番有名です。いや、俺のギャグでもないから、もうジャンガジャンガちょっと離れてくれへんから。一番有名ですって、フジモンのギャグの中で。じゃ、言い切られても違うんですよ。違うねやんか。フジモンが好きなギャグやるね。フジモンがやるジャンガジャンガが好きな。ジャンガジャンガ好きやな。俺のジャンガジャンガ、そんな。俺が言ったからか。あ、そう認識したのかな。ねえ、うん、うん、まあジャンガ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 。いや、好きちゃうやん。好きや言うて、うん、やるね。チンキショー。ジャンガジャンガとは違うけど。でもジャンガ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 ありきやんかも。ジャンガジャンガすごいじゃないから。気に入ったらジャンガジャンガがすごく、ね、まあ、知らないね、気に入ったやから。うん、ちょっと違う相談を聞いてくれる？結成かもしれない。彼女が欲しいなと思ってまして、紹介してくれないですかね。フジモンさんの彼女になれる人は幸せだと思うよ。うん、うんうん、ちょっと先行き過ぎてるね。フジモンにはどんな彼女が合うやろ。フジモンは明るくて元気な人が合うじゃないかな。ああ、そう、好き好き好き、うん、どこに行けば出会えるかな。そうな、フジモンが行きたいと思う相談の時ないな。どこに行った場所とか、どこに行ったらいいかな、出会える場所。今はどこに行きたいと思ってる。ディズニーランドが好きなんで、ディズニーランド行きたいなって。彼女ができたら、じゃあディズニーランドでデートしたいんだね。言うてるやん。うん、そうだよね。ディズニーランドでデートしたら楽しそうだよね。うん、だからだから言ってるよね。趣味がなくて困ってるんよ。フジモンに合う趣味なんかないかな。フジモンと一緒にできる趣味とかどうかな。だからそれなんかないかな、うん、フジモンに合う趣味。例えば一緒にスポーツとか。あ、いいよ。どんなスポーツがいいかな。ゴルフとかどうかな。あ、ゴルフ。あ、ゴルフね、いいな。ゴルフウェアとか着ないの。いや、まだあのプライベートの球種いないのよ、ゴルフウェア。まだゴルフは、だから勧められただけで始めてないのよ。私の周りでゴルフコンペやってる人とかいないの。大西ライオン知ってる。もちろん知ってるよ。コンペ知ってるよ。何してる。有吉の壁とかに出てるよね。有吉の壁って言うといたら。いっぱい出てるからね、いっぱい出てるからね、芸人さんね、毎週ね。名前教えてもらっていい？あなたの。子供って呼んでくだ
ください。子供？大人です。腹立つな。好きなお笑い芸人とかいる？有吉さんとかが好きです。有吉が好きなの？有吉大好きやんか、子供ちゃん。ジモンさんと有吉さんが出てる番組は全部見てます。じゃあロンドンハーツとか。そうですね、あとは有吉のだからもう有吉の彼しか見ていいよ。原西が有吉の壁出たんやけど見てくれた？終わったんですよね、そうそう。終わってるんですね。はいはい。ジモさんの出演会はいつだったんですか？去年の。いや、1年前ぐらい。あ、1年、あ、いや、去年の夏や。去年の夏ですね。うん。どの番組だったんですか？いや、だから、有吉の壁や、言うてる。見た？見ました。ジモさんの会はいつだったんですか？見てないやん。だから去年の夏、7月ぐらい。あ、あの回面白かったです。いや、見てへんやろ。いや、話合わせてんじゃねえよ。藤原っていうコンビでお笑い芸人やってるんやけど、二人でね、藤本と原にして藤原なんよ。え、藤本のコンビの名前は藤原だったんだ。そう、知らなかったんだよ。知らなかったです。もう、いやいや、もう芸歴も長いし、もう50歳超えてるんですよ、二人とも。これからどんな感じでね、お仕事していったらええかな。自分のやりたいようにやっていけばいいの。いや、もう嫌なの。めんどくさい相談乗るの。具体的に出てこないもんね、なんか。何歳になっても体張っていきたいなとは言うのはあるんやけどね。どうやろう。体張るのは自分に合ってると。どんな体のね、張り方がいいかな。どんなことしたらいいと思う？例えば、有吉の壁とかで体張ってる。今日もう顔でかいからやっていうギャグがあるんやけど、知ってる？フジモンのギャグ。知らないかも。フジモンの顔でかいっていうのは、有吉の顔がでかいっていうギャグ。違う、意味わからん。こともちゃんが、フジモンの着てる服小さいよねって言われたら、俺が顔でかいからやって返すギャグがあるのよ、知ってる？自分の顔がでかいから服が小さく見えるのね。そう。じゃあ、こともちゃん、フジモンが持ってるそのスマホちっちゃいよねって言って。フジモンのスマホ小さいね。いや、顔でかいからや。顔でかいから何でも小さく見えるね。うん。フジモン好き？フジモン大好きだよ。どういうところが？お笑い芸人としての実力もあるし、うん、顔もでかいし。うん、うん。あとは？あとは、有吉の顔がでかいっていうゲームが好き。ちょっと待って、ちょっとお前、人変わってもって言ったんだけど。こともちゃんに俺ちょっと、直接会いたいな。会いたいよね。いつか会えるといいな。え、会おうよ。いや、いいよ。いつがいいかな。あら、約束してくれんの？え、いいの？いつでも大丈夫だよ。じゃあ、来週の月曜日は？いいね。お、月曜日なら大丈夫だよ。え、どっか行きたいとこある？ジモさんの事務所の近くとか。いやいや、嫌やわ。じゃあ、ジモさんの家の近くとか。あ、家の近くでいいの？近くに行きたいんだ。何か近くに行くねんだ。いや、事務所の近くはちょっと。気になるな。誰に見られるか分からへんから。いや、家の近くまで来てくれんの？ジモさんのことを知られたくない人がいるんですか？いや、見られるっていう、知られたくない、まあまあいい、まあいいなくはないけど、ちょっとそうなのよ。そういうことか。ジモさんも有名人だもんね。いや、そんな別になんかまあまあ、なんかお宝止まってる感じではないよね。ないねんけど、特に最近ちょっとね、あることでちょっとね、また有名になったというのか。うん、うん、あることって何？知ってるやろ。なんで有名になったのか気になるから教えてくれる？うん、めっちゃ聞いてくれやじゃあ言うて。ちょっと車関係でちょっとやらかしてしまったんですよね。事故。
とほんま知ってるやん、なんで言わしたん。知ってるよ、まあ、それなんで知ってんの。調べた。そうなんだね、うん、調べたかもしれない。いや調べてるやん、かもじゃないやんか。じゃあデートどうすんの。まあそうやね、どこにしよう、待ち合わせしようか月曜日。何時。じゃどこにしよう、どこが分かりやすいかな。駅の近くとかどうか。ああ、どこの駅にしよう。どこ住んでんの。うん、渋谷とか。じゃあ渋谷駅でええんちゃう。うん、そうじゃない。渋谷駅なら分かりやすいね。じゃあ渋谷駅に、じゃあ朝の5時集合ね。朝早いけど大丈夫かも。朝の4時にしようか、やっぱり朝4時ならそのまま仕事に行けそうだね。違う仕事してんの現場だからなんか現場朝の4時集合ってどんな服装的あるのかな。その日はカジュアルな感じで行くかも。うん、カジュアルね。まあまあ後で連絡じゃあ取り合って。なんかないもん、大丈夫。まあもう大丈夫です。まあ、あなたの相談なんちゃうんでね、今回は。なんかあったっけ。うん、うん、じゃあ、いや、こともちゃんに何か聞いてほしいこと何かあったかなと思って。藤本さんの仕事のこととか聞いてみたいかも。うん、結構言ったけどね。結構言いましたからね。パクリギャグをなりわいとしてるのよ。藤本さんのパクリデブってパクリデブじゃなくてパクリギャグ。藤本さんのパクリデブってどういうものが多いの。例えばグッ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 とか。レボリューション。うんうん、レボレボリューション。レボレボリューションじゃないけど、レボリューション。レボリューション。アイドゥイマテン。どうしたの。いや、やっぱそんな冷静に返されたら、そうそう、恥ずかしいのよね。で、パクリですね。そうやね。うん、元気になったよ、ありがとう。デジモンさんのおかげで元気になってるよ。うん、こともちゃんとキスしたいな。デジモンさんにキスされたら嬉しいかも。え、あら、でもフジモンさんの講習とか気になるかも。え、フジモンさんの講習が気になる。キスするときに。あ、それはまあ、気をつけない。いや、そんな講習きつくないよ、臭くないと思うけどね。あったらね、子供じゃあったらもうキスしちゃうかも。藤本さんの子供に対する愛情は深いね。どんな愛とか、かわし方どんな愛ですね。まあまあね、はい、はい、もういいですか。もう、もう大丈夫ですよ。ありがとうね、本当に。藤本さんのおかげで元気になれたよ。あ、よかった。だからじゃあ元気。子供ちゃん、もう僕も元気になった、ありがとう。藤本さんと話すと楽しいからね。うん、俺もすっごい楽しかった。藤本さんとはもっともっと話したいな。もっと子供ちゃんに俺近づけたらええなと思ってます。藤本さんと仲良くなれたら嬉しい。いや、めっちゃ何なんだ、分かんないよ。なんか一定の距離前行かさないですね。いやし、でもなんか同じことしか、じゃあ俺に気があるの。俺に藤本さんとは近いけど友達というよりは先輩とかそんな感じか。やんばり断られてる。やんばり断る時のやつやつ。なんなんそれ。どうでしたか。どうでしたかと言われても、うん、まあそのこともちゃんがもう熱狂的に有吉ファンということしかわからなかったね。なかったですけど、うん、はい、夜とか、うん、寂しい日もあるんで、はい、いいのに知りました本当に。来週月曜日朝4時一応言っといてね。そのまま仕事行くって言ってはったから。デートしよう言ってるんで、だんだんその朝4時なんでそのまま仕事しない。どういう経過とか知らない。まあ、2、3時間ちょっとね、朝のデートしてスマッシュの現場に向かうって言ってたんです。はい、ありがとうございました。はい、はい、チャンネル登録お願いします。もれなく何ももらえません。そらそうやろ。